福山哲郎は、日本の政治家。立憲民主党所属の参議院議員、立憲民主党京都府連合代表、学校法人、ウリウ山学園京都芸術大学教授、学校法人、龍谷大学理事、学校法人、ウリウ山学園理事。参議院環境委員長、外務副大臣、内閣官房副長官。 参議院外交防衛委員長、民主党政策調査会長、民主党幹事長代理、民進党幹事長代理、旧立憲民主党幹事長、立憲民主党幹事長、参議院東日本大震災復興特別委員長、などを歴任。東京都出身。時は松学園小学校、京都府立佐賀の高等学校、同志社大学法学部卒業。 1986年に大和証券に入社し、1990年退社。同年、松下整形塾に入塾。整形塾在籍中の1991年にスリランカを訪れ、アリアラトネの主催する社会運動、サルボダイア運動に参加していた。1992年、松下整形塾の地域から日本を変える運動で最初に設立された。 同塾の地域整形塾である、京都整形塾の塾頭に就任。その後、東京整形塾塾頭、松下整形塾政策調査室長等を務める。1995年、京都大学大学院法学研究科修士、家庭修了。2010年3月、ハインリヒベル財団、ベルリン日読センター、日本国際問題研究所の合同会議にて、 日本中札ドイツ特命全権大使、フォルカー・シュタンツェル、ハインリ・ヒベル財団、ラルフ・フィックスと1996年、第41回衆議院議員総選挙において、当初新党先駆けから立候補を検討していたが、総選挙直前に先駆け、社会民主党を離党した議員らで結成された、旧民主党公認で、京都一区から出馬し落選。1998年、 第18回参議院議員通常選挙に、京都府選挙区から無所属で出馬し、初当選。この選挙では、京都府選挙区で、福山、西山時子が当選し、非自民系候補で2議席を独占した。当選後、民主党に入党し、4回連続当選。2005年、参議院環境委員長に就任。2009年9月、鳩山幸男内閣で、 外務副大臣に任命される。翌2010年6月、菅直人内閣で内閣官房副長官に就任し、2011年9月の菅直人内閣総辞職まで務める。在任中は、東日本大震災発生時の人頭指揮を取り、菅直人首相が出席する国際会議にもしばしば随行した。官房副長官退任後、参議院外交防衛委員長に就任。 2012年4月、民主党社会的法設 PT 会長に就任。同年6月、一般社団法人京都府身体障害者団体、連合会会長に就任。2012年12月、民主党、次の内閣でネクスト経済再生、科学技術、宇宙政策、情報通信技術、海洋政策担当に就任。2013年5月、学校法人、 流国大学理事、学校法人、宇流山学園理事に就任。2017年民進党代表選挙では、自身が所属する、両運会会長の前原誠二ではなく枝野幸男を、支持した。10月5日に参議院議員として、民進党を離党して、立憲民主党に入党すると表明した。その際、 同党代表の枝野から直々に指名を受け、初代の党幹事長に就任することが決まった。10月30日に民進党会派を退会し、翌2018年1月17日に参議院の立憲民主党会派を結成し、参議院議員団会長に就任した。2019年8月5日、党参議院議員団会長を辞任する意向を表明した。 2020年9月15日、立憲民主党や国民民主党の一部議員が合流して決闘した新、立憲民主党の初代幹事長に就任した。2021年11月1日、第49回衆議院議員総選挙での敗北を受けて、党幹事長を辞任する意向を表明した。以下は公式プロフィールによる。2013年5月、イギリスのエネルギー。 気候変動大臣、エドワード・デイビン、日本中殺特命前検体師、ティモシー・ヒッチンズ、日本の地球環境国際議員連盟所属議員らと、加計学園の獣医学部新設問題では、佐川千久自然国税庁長官を承認関門で質問し、2018年3月27日の会見で、全く不誠実な答弁で、疑惑は、 ますます深まったと言わざるを得ないと批判した。産経新聞によると、首相主催の桜を見る会の招待者名簿が破棄されていたことについて、安倍政権になって、どういう方に招待が行き、総理大臣の枠は800人あるのか、という話だと批判した。一方で、民主党政権下の2010年4月に行われた、同会の名簿の管理状況については、 承知していない。我々は立憲民主党だ。普通は把握しないと述べ、立憲民主党は旧民主党と別物だとして把握する必要はないとの認識を示した。加藤森幸の発言に対する反応2018年5月23日、加藤森幸前愛媛県知事が自民党のインターネット番組カフェスタに出演し、民主党政権時代に 福山や玉木雄一郎などが獣医学部新設に反対している。日本獣医師会から100万円の政治献金を受けた後。後獣医学部新設の動きにブレーキがかかったと述べた。福山は5月24日の記者会見で民主党時代の2010年に献金を受けたことは認めつつも以降は一切受け取っていないとし、日本獣医師会の政治団体である。 日本獣医師連盟から陳情を受けたこともないとして、加藤への法的措置を検討していると述べた。また、加藤を出演させた自民党に対しても抗議の意思を示した。日本大学法学部教授の岩井智明は、売り言葉に買い言葉の状態だが、そもそも政治家が法的措置を取るという言葉を経験に言うものではないと批判した。 産経新聞政治部記者の今中の部広は森友学園や加計学園の問題で何度も自身の関与を否定している安倍首相に説明責任を求めるならば政治献金をもらった事実がある玉木福山良氏は法廷の場に持ち込む前に発言ができる場を持つ政治家として何度でも自らの潔白を示すのが筋ではないだろうかと述べた尾身茂に対する言動 ありがとうございます。